演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらミスタードーナツの3種類の新クリームインマフィンを食べたいと思います。こちらが塩バター、ブルーベリーヨーグルト、塩バター、キャラメルシナモンですね。ちょっと、はい、それではちょっと下の方にカップが、紙カップがあるので、これ、ちょっと中に見せるのは難しいので、なんかマッシュルームみたいに取れちゃいました。こんな風になってます。ではもうこのキノコの傘からいただきます。中のクリームがいい感じですね。うわ、ちょうどいい酸味とかもあって、あれでもちょっと足りない部分まず全てに統一されている部分として、マフィンの生地はしっとり系で、上に乗っているクランブルのザクザクした食感が口の中でしっかり感じられて、とっても美味しかったです。このザクザクという感じがいいですね。で、それを前提とした上で考えると、最初に食べたブルーベリーヨーグルト、ヨーグルトが生地に練り込まれているのかなと思ったんですが、中のクリームもヨーグルト風味になっていて、ほんのり酸味が効いていて、それがブルーベリーの酸味がまた違った味を出していて美味しかったです。ブルーベリーとヨーグルト相性がいいですね。ただちょっとブルーベリーが物足りなかったかなと思う部分もあったので、こちらも提出とさせていただきます。で、続きまして、例えば塩バター、これが一番クランブルのザクザク食感がダイレクトにきました。他にと比べると味が地味な分、ちょっと言い方失礼ですけど、なスクランブルのサクサク食感が引き立てられているのかもしれません。バターの香りもほうこり口の中でふわっと広がってきて美味しかった。マフィンの中と比べると、より引き出しますね。何言ってた自分は。とにかく今回その3種類の中ではこれが一番自分の中では好みでしたので、こちらの提出をさせていただきます。で、すでに一番好みって言ってしまいましたが、最後になるかキャラアップ、先ほどキャラメルと言いましたが、アップルシナモン、シナモンだったらアップルの方だよな。もうリンゴの風味が口の中に広がってきて、クリームの中からそれが来るんですかね。リンゴクリームが口の中にふわっと広がってきたんですが、シナモンがちょっと弱かったかなという気がします。なのでサクサク食感とバターの方の香りが私塩バターの方に向いたので、これはまあちょっと初めての形になりますけど、これとこれの間ぐらいですね。まあ美味しくはありましたというわけで、リスノーマフィンとか新しくなった、以前眺めたことあったんです。でも特にクリームが美味しかったですね。でもクリームが入ってるのが個性なのでしょうか。それでは、おぼろ月、約束するかな過ぎてても、いや過ぎたら約束してどうするんだよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。